海外展開に出られたときに、どんな、効果が見られるかと言いますと、まあ、当然、売上の増加がありますけれども、それだけではなくてですね、やはりそのポートフォリオの、考え方なので、日本国内で売ってるものと、海外で売ってるものはそもそも違います。国によっても、違う、そうですね、まあ、物販だったら、物を売れることはできますので、まあ、これはそのポートフォリオのアプローチで、まあ、どんどん、リスク分散とか、ができるようになります。で、まあ、当然、新しい国とか、新しいエリアに進出が、そうですね、つながりますので、まあ、売上が増加、売上のそうですね、が成長がしますけれども、それだけではなくて、新しい市場にも出ることはできます。これは何かと言いますと、まあ、同じ、製品をもう別の使い方をされている地域に、販売できるようになりますので、まあ、新しい市場ですね、にそうですね、アプローチはできます。で、まあ、当然ながら複数の国で複数の拠点で、販売されますと、まあ、そのリスク分散ができますというのも大きな、そうですね、頂点かと思っております。それから最近よく見られているローカルコンテンツの条件、取引するのに、やっぱりその国内で、まあ、半分ぐらいの付加価値が必要されている、取引が増えてますので、まあ、それもそのやはり現地の工場を持つとか、が必要になってきます。あとスケールですね。まあ、国内だけではなくて、その、まあ、複数の案件を同時に、できるような生産拠点を持つことはできる、ようになります。で、生産拠点といいますと、まあ、工場だけではなくて、もう当然そのリソースとかスケールとか、まあ、そうですね、国によって違う、例えば IT で言いますと、スキルを持つメンバーでチームを構成することができます。あと最後なんですけれども、やはりその社内の、まあ、育成、次の、まあ、そうですね、幹部を育てていくっていう、まあ、母体にはなりますので、とても効果が、そうですね、よく見られているかと思います。で、ただ、それは DX とか IT 基盤がないと、まあ、利益率が下がったりとか、まあ、効率が悪いっていうことが、もう見られてますので、やはり、DX、IT 基盤が必要です。で、生産の、対応化としては、